第3日目、狩猟は彼の部下たちを集めた彼はアルケミストを会議に呼び出していった自分を風に変えるという少年を見に行こう参りましょうとアルケミストが答えた少年は彼らを前の日に行った崖のところへ案内したそしてみんなに「 腰を下ろすように言った。少し時間がかかります。と少年は言った。我々は急ぎはしない。と狩猟が答えた。我々は砂漠の男だ。少年は地平線を見た。遠くの方に山があった。そして砂丘や岩や とても生きていけそうにない場所にしがみついて生きている植物もあった。そこには少年が何ヶ月もの間さまよっていた砂漠があった。そんなに長くいたにもかかわらず、彼はそのほんの一部しか知らなかった。そのほんの一部の中で、彼はイギリス人や大将や、 部族間の戦争や5万本のヤシの木と300の井戸のあるオアシスに出会ったのだった「今日はお前は何が欲しいのかな?」と砂漠が少年に尋ねた「昨日、お前はわしをずっと長い時間眺めて過ごしていたではないか」。 あなたは私の愛する人をどこかにいたいています」と少年は言っただからあなたの砂を見ているときは僕は彼女も見ているのです僕は彼女のもとへ帰りたい僕が風になれるように僕を助けてほしいのです「愛とはなんだ 砂漠が尋ねた「愛とはあなたの砂の上をゆくハヤブサの飛翔です」「なぜならば彼にとってあなたは緑の平原でありそこからいつも獲物を取って戻ってくるからです」「彼はあなたの岩や砂丘や山を知っています」「そしてあなたは 彼に対して寛大です。はやぶさのくちばしはわしの一部を運んでいくのだ。とさばくは言った。何年もかかってわしはとぼしい水を与えては彼の獲物を養っている。そして彼に獲物がどこにいるか示してやる。するとある日、その獲物が。 わしの上で成長する様子をわしが楽しんでいるとはやぶさが空からやってきてわしが育てたものを取っていってしまうのだでもその獲物を育てたのはもともとそのためでしょうと少年は答えたはやぶさを養うためですそしてはやぶさは人を養います そして人はあなたの砂を養いそこに再び獲物が育ちますそれが世界の成り立ちなのですそれでそれが愛というものなのかねそうですそれが愛というものですそれは獲物をはやぶさにしはやぶさを人にし 人を今度は砂漠にするものです。それは鉛を金に変え金を地球に戻すものなのです。お前が何を話しているのやらわしにはわからない。と砂漠は言った。でも少なくともあなたの砂のどこかに僕を待っている女性がいるということはわかってくれますね。だから、 僕は自分を風に変えなくてはならないのです。砂漠はしばらくの間返事をしなかった。それから砂漠は少年に言った。風が吹くのを助けるために、わしは砂をお前にあげよう。しかし、わしだけでは何もできない。お前は 風に助けを求めなくてはならないそよ風が吹き始めた部族の男たちは少年を遠くから見ていた彼らは仲間同士で少年には理解できない言葉で話していたアルケミストはにっこりした風が少年に近づいて彼の顔に触った。 風は少年と砂漠の会話を知っていた風はすべてを知っているからだった風は世界中を吹き渡り誕生した場所もなければ死ぬ場所もなかった助けてくださいと少年が言ったある日 あなたは愛する人の声を僕に運んできてくれました「お前に砂漠と風の言葉を教えたのは誰だ私の心です」と少年が答えた風はたくさんの名前を持っていた。 世界のこの地域ではそれはシロッコと呼ばれていた海から東の方へ水蒸気を運ぶからだった少年の遠い故郷の国では風はレバンタールと呼ばれていたその風が砂漠の砂とムーア人の戦いの叫び声を運んでくると人々は信じていたからだった多分 彼の羊たちが住んでいた草原の向こう側では風はアンダルシアから吹いてくると人々は思っているだろうしかし実は風はどこから来るわけでもなくどこに吹いていくわけでもなかったそれが風が砂漠よりも偉大な理由だったいつの日か誰かが。 砂漠に木を植えそこで羊を飼うかもしれないしかし風を飼いならすことは決してできないのだ「お前は風にはなれない」と風が言った「お前と私は全く別のものだ」それは正しくありません。 と少年は言った。僕は旅をして錬金術の秘密を学びました僕は自分の中に風も砂漠も海も星も宇宙にある全てのものを持っています僕たちは皆同じ手によって作られ同じ魂を持っています僕はあなたのようになって 世界中、どこにでも行けるようになりたいのです海を渡り僕の宝物を隠している砂を吹き払い愛する女性の声を運びたいのですお前が先日、アルケミストと話していることを私は聞いていたと風が言った彼はすべてのものには。 それぞれぞの運命があると言っていただが人は自分を風に変えることはできないよちょっとの間でいいから風になる方法を僕に教えてくださいと少年は言ったそうすればあなたと僕は人間と風の無限の可能性について話し合うことができます。 風の好奇心が頭をもたげたそんなことは今まで一度もなかったことだった風はそうしたことについて話がしたかったが人を風に変える方法は知らなかったしかも風はすでに他の多くのことについてはどうすればよいか知っていた風は砂漠を作り 船を沈め森全体をなぎ倒し音楽や不思議な音にあふれた都会を吹き抜けた風は自分には限界がないと思っていたそれなのにここにいる少年はまだ他のことを風はできるはずだというのだったこれは僕たちが愛と呼んでいるものです 風が自分の頼みをもう少しで聞いてくれそうだと見てとって少年が言った愛されているときあなたは何でも作り出すことができます愛されているときあなたは何が起きているか理解する必要はありませんすべてはあなたの中で起きているからですそして人は自分を風に変えることさえできるのです もちろん風が助けてくれればのことですが風は誇り高きものだったそして少年の言うことにイライラしてきた風はそれまでより強く吹き始めて砂漠の砂を巻き上げたしかし世界中を駆け巡ってはいても 人を風に変える方法を自分は知らないということを風は認めざるを得なかったそして風は愛については何も知らなかった世界一周の旅をした時き、私は人々が愛について語り天国を見上げているのをよく見たものだったと風が言った。 風は。自分の限界を。認めなければならないので。怒っていた。たぶん。天に聞いた方がいいだろう。それならば。僕が天に聞きますから。少し助けてください。と少年が言った。ここで。激しい砂嵐を起こして。太陽。 いい隠してくださいそうすれば目がくらむことなく僕は天を見ることができますからそこで風は力の限り吹きまくり空は砂でいっぱいになった太陽は金色の円盤のようになったやえいではほとんど何も見えなくなった砂漠の男たちは これぐらいの風にはもう慣れていた。これはシマムと呼ばれていて、海の上の嵐よりも激しかった。馬は悲鳴を上げ、武器はみな砂だらけになった。崖の上では司令官の一人が資料の方を見ていった。もうやめさせた方がいいかもしれません。 彼らにはほとんど少年の姿は見えなかった彼らの顔は青い布で覆われていたが目は恐怖を表していた「もうやめさせましょう!」ともう一人の司令官が言った「わしはアラーの偉大さを見たいのだ!」と狩猟が尊敬の念を込めて言った人が 自分を風に変えるのを見たいのだしかし彼は恐怖を口にした二人の男の名前をしっかりと心に刻みつけた風がやんだらすぐに二人を司令官の地位から外そう真の砂漠の男は恐れたりはしないものだ 風はあなたが「愛について知っている」と言っています。と少年は太陽に言ったもし愛についてご存知であればあなたは大いなる魂のこともご存知に違いありません。それは愛によってできているからですわしのいる場所からは。と太陽が言った。 大いなる魂を見ることができるそれはわしと連絡を取り合って共に植物を育て羊に日陰を探させるのだわしのいる場所を通して地球からはずっと遠くなのだがわしは愛し方を学んだもし わしがここから少しでも地球に近づくと地球のすべての生き物は死に絶え地球の大いなる魂は存在できなくなってしまうことをわしは知っているだから我々はお互いを思いやっているのだそしてお互いを必要としているわしは地球に生命とぬくもりを与え 地球はわしに生きてゆく理由を与えているのだあなたは愛をそのようなものとして知っているというわけですねと少年が言ったわしは地球の大いなる魂をよく知っている宇宙をめぐる果てしない旅の間長いことわれわれは 話し合ったことがあるからだ大いなる魂がわしに語ったところによると最大の問題は今までのところ鉱物と植物だけしか全ては一つだという事実を知らないということだそうだ。また鉄は銅と同じになる必要はなく銅は金と同じになる必要もないとも大いなる魂は言っていた。 それぞれはかけがえのない存在としてそれ独自の役割を果たしているもしすべてを書いた手が「天地創造」の第5日目で作業をやめていればすべてのものが平和のシンフォニーを奏でていただろうしかし第6日目もあったと太陽は続けた。 すべてを遠くから観察しているからあなたは賢なのです」と少年は言ったしかしあなたは愛については何も知りませんもし第6日目がなかったら人間は存在しなかったでしょう銅はずっと銅のままだったでしょうそして鉛はずっと鉛のままだったでしょうすべてのものがそれぞれの運命を持っているということは 本当ですしかしその運命はいつか実現しますそうなったらそれぞれのものは自分自身をより良いものへ変えて新しい運命を得なければなりませんそしていつの日か大いなる魂と一つになるのです太陽はよく考えてみたそして もっと明るく輝くことに決めた太陽と少年の会話を楽しんでいた風は太陽の光がその少年の目をくらませないようにもっと強く吹き始めた錬金術が存在するのはそのためですと少年は言ったすべての人が自分の宝物を探し出して 以前の人生よりも良くなりたいと思うからなのです。鉛は世界がそれ以上鉛を必要としなくなるまで鉛としての役割を果たすでしょうしかしその後は鉛は木に変わらなくてはなりませんこれこそアルキミストが行うことなのです私たちが今の自分よりいいものになろうと努力すれば 自分の周りのすべてのものもよくなるということを彼らは教えているのですでお前はなぜわしが「愛について知らないというのかねと太陽が少年に尋ねたそれは愛とは砂漠のように動かないものではないからですまた風のように動き回るものでもありません 愛はあなたのようにすべてのものを遠くから見守っていることでもありません愛とは大いなる魂を変えよりよいものにする力なのです僕が初めて大いなる魂と触れ合った時僕は大いなる魂は完全だと思っていましたしかしそのあと大いなる魂もまた 他の創造物と同じであり、情熱も持っていれば争いもするということが分かりました大いなる魂を育てるのは私たちなのですそして私たちが良くなるか悪くなるかによって私たちの住む世界は良くも悪くもなりますそしてそこで愛の力が役に立つのです なぜなら私たちは愛するときもっと良くなろうと必ず努力するからですそれで「お前はわしにどうしてほしいのかね?」と太陽が尋ねた「あなたに助けていただいて私を風に変いたいのです」と少年が答えた。 わしはそうぞうぶつのなかで最もっともかしこいものだといわれているとたいようがいったしかしわしはおまえをかぜにかえるほうほうはしらないではわたしはだれにたのめばいいのですかたいようはしばらくかんがえていた風は 耳をそばだてて聞いていたそして太陽の知恵にも限界があるということを世界の隅々まで知らせたかった大いなる言葉を話すこの少年の希望を太陽でさえ叶えてやれないということを吹いちょうしたいと思った「すべてを書いた手と話してみなさい」と太陽が言った。 風は喜びのおたけびをあげそれまで以上に強く吹いたテントは地面につないだ縄がちぎれて吹き飛び動物たちは鎖が切れて自由になった崖の上では男たちが互いにしがみついて吹き飛ばされないように必死だった少年はすべてをかいた手の方に向き直った そうしながら彼は宇宙がしんと静まるのを感じた彼は何も話さないことに決めた少年の心から愛の流れがほとばしりだしたそして彼は祈り始めたそれはいまだかつて一度も 行ったことのない祈りだった。言葉も願い事もない祈りだった羊のために牧草地が見つかったときの感謝の祈りでもなくクリスタルがもっと売れるように願う祈りでもなく愛する女性が彼の帰りを待ち続けているように恋願う祈りでもなかった。 静寂の中で少年はすべてを悟った砂漠も風も太陽もその手によって書かれたしるしを理解しようと努力していたそして自分の道を追求し一個のエメラルドに書かれている事柄を理解しようと努力していた。 全長は地上にも空にも至る所にばらまかれていたが外見からはその意味も重要性も知ることができなかったそして砂漠も風も太陽も人間も自分たちがなぜ作られたのか知らなかったしかしその手はこの ててに対し、理由を知っていた。そしてこの手だけが奇跡を起こして海を砂漠に変えあるいは人を風に変えることができたなぜなら6日間の天地創造が大いなる作業に進化するまで宇宙を動かしてきたのはより大きな意志であることを その手だけが理解していたからだった少年は大いなる魂に到達しそれが神の魂の一部であることを知ったそして神の魂はまた彼自身の魂であることを悟ったそして一人の少年が彼自身が 奇跡を起こすこすととができると知ったのだったその日シマムはかつてないほど吹き荒れたその後何世代にもわたって砂漠の最強の狩猟に挑戦して自分を風に変え軍隊の野営地をほとんど破壊した少年の伝説をアラブ人たちは語り伝えることになった。 シマムがやんだときすべての人は少年がいた場所を見たしかし少年はもうそこにはいなかった彼は野営地の反対側にある砂に埋もった見張り台の横に立っていた男たちは少年の魔術に恐れをののいたしかし 微笑みを浮かべている二人の男がいたアルケミストと狩猟だったアルケミストは完璧な弟子を発見したからであり狩猟はその弟子が神の栄光を理解したからだった次の日狩猟は少年とアルケミストに別れを告げ 二人の望むところまで護衛隊をつけてくれたのだった彼らは丸一日馬に乗って進んだその日の午後遅く二人はコプト人の修道院に行き着いたアルケミストは馬から降りると護衛隊に野営地に戻るように言った「ここから先お前は」 一人で行くのだ」とアルケミストは言った「ここからピラミッドまであと3時間だよ」「ありがとう」と少年は言ったあなたは僕に大いなる言葉を教えてくれましたわしはお前がすでに知っていたことを呼び覚ましただけだアルケミストは 修道院の門を叩いた黒い服を着た修道士が門のところに現れた二人はコプト語でしばらく話をしていたがアルケミストは少年に中へ入るように言った「しばらくの間台所を使わせてくれるように頼んだのだ」とアルケミストはにっこり笑って言った二人は修道院の裏手にある台所に行った。 アルケミストは火を起こした。修道士が鉛をいくらか持ってくると、アルケミストはそれを鉄の平鍋に入れた。鉛が溶けて液体状になったとき、アルケミストは袋の中から例の奇妙な黄色い玉を取り出した。彼はそれを削って一本の髪の毛のように細い破片を作ると、 それをロうで包み鉛が溶けている鍋の中へ入れた混ぜ合わせると赤っぽい血のような色になったアルケミストは火から鍋をおろすと横において冷ましたその間、彼は修道士と部族間の戦争について話していた戦争は長引くと思いますよ。 彼は修道士に言った修道士は困っていた大将が戦争が終わるのをギザでずっと待っているからだったしかし神の意思が行われているのですと修道士が言ったその通りですとアルケミストが答えた鍋が冷えたとき 修道士と少年はそれを見て目がくらんだ鉛は鍋の形に固まっていたがすでに鉛ではなかったそれは金になっていた私もいつかこの術を習えますかと少年が尋ねたこれはわしの運命だ。 お前の運命ではない、とアルケミストが答えたしかしわしはできるということをお前に見せたかったのだよ彼らは修道院の門のところへ戻ったそこでアルケミストは円形の金を4つに分けた「これはあなたにあげよう」と彼は言って。 修道士にその一つを差し出した「あなたの巡礼者に対する親切へのお礼です」「しかしこれは私のした親切をはるかに超えていますよ」と修道士は言った「二度とそんなことを言ってはいけない」「命が効いているかもしれないからね」 そして次にはあなたに少ししかくれないかもしれませんよアルケミストは少年の方を向いたこれはお前にあげよう狩猟に渡したものの償いだ少年はもう少しでそれは自分が狩猟に渡したものをはるかに超えているというところだった。 しかしアルケミストが修道士に行ったことを聞いていたので黙っていたそしてこれはわしのものだ一つを自分のもとに残してアルケミストは言った部族が戦っている砂漠に戻らなければならないからね彼は四つ目の塊を 手にに取って修道士に渡した。たこれは少年のためです。もし彼がこれを必要とするならばねでも僕は自分の宝物を探しに行くんですよと少年は言ったそのすぐ近くにいるのですから「お前は見つけると私は確信している」 アルケミストは言った。ではどうしてこれをお前はすでに2度たくわえたものを失った1回は泥棒に盗まれ1回は狩猟にやってしまったわしは年寄りでめい深いアラブ人だからことわざを信じている一度起きたことは二度と起こらない 二度起きたことは必ず三度起きるということわざがあるのだ二人はそれぞれの馬に乗った夢に関する物語をお前に話しておきたいとアルケミストが言った少年は馬を近づけた古代ローマの ティベリウス帝の時代に二人の息子を持つ善良な男がいた息子の一人は軍隊にいてローマ帝国の最も遠い地方に派遣されていたもう一人の息子は詩人だった美しい詩を書いてはローマ中の人々を喜ばせていたある夜父親は夢を見た天使が 彼の前に現れて2人の息子のうち1人の言葉はこれから永遠に世界中でばなわれ繰り返されるであろうと告げた父親は夢から覚めるとありがたくて泣いた人生は寛大でありどんな父親でも誇りに思うようなことを知らされたからだった しばらくしてその父親は、戦車の車輪にひかれそうになった子供を助けようとして死んでしまった。彼は一生正しく公平に生きたので、まっすぐに天国に行った。そして、夢に出てきた天使に会った。あなたはいつもとても善良な方でした。と、天使は彼に言った。あなたは、 人生を愛に満ちていき、尊敬のうちに死にました。ですから、私があなたの望みを何でも叶えてあげましょう。私にとって人生は素晴らしいものでした、と男は言った。あなたが夢に現れたとき、私の努力はすべて報われたと感じました。 なぜなら私の息子の詩が将来何世代にもわたって読まれると知ったからです私は自分のためには何もいりませんしかし父親なら誰でも自分が愛し教育した子供が得た名声を誇りに思うことでしょう遠い将来のいつか私は 息子の言葉を見たいと思います天使は男の肩に手を触れたすると二人はずっと先の将来へ飛んでいった彼らは広大な場所で知らない言葉を話している何千人という人々に囲まれていた男は幸せで泣いた涙を流しながら 彼は天使に言った息子の死は不滅だと私は知っていました息子のどの死をこの人たちが繰り返しているのか教えてくれますか天使は男に近寄ると優しく彼をそばのベンチに連れて行きそこに二人で腰を下ろした。 知人だった息子さんの詩はローマではとても人気がありましたと天使は言ったみんながそれを愛し楽しんでいましたしかしティベリウスの知性が終わったとき彼の詩は忘れ去られてしまいましたあなたが今聞いている言葉はくンタにいた息子さんの言葉です 男は驚いて天使を見たあなたの息子は遠くで任務につき百卒長になりました彼は正しく善良な男でしたある日の午後彼の召使いの一人が病気になって死にそうになりましたあなたの息子は病気を治すことができるラビの話を耳にしましたそして 何日も何日も馬に乗ってその男を探しに出かけましたその途中で自分が探している男は神の子だと彼は知りましたまたその男に癒された人々にも会いましたそしてその人々はあなたの息子にその男の教えを伝えました彼はローマの百寿長だったにもかかわらず その教えにキ意しましたそれから間もなく彼は探している男がいる場所に着きました彼はその男に自分の召使いの一人が重病であると言いましたするとそのラビは今すぐ彼と共に病人の家へ行こうとしましたしかし百卒長は信仰の熱い男でした ラビの目を見つめたとき彼はその男が確かに神の子であるとわかりましたそしてあなたの息子はこう言いましたと天使は男に言ったそのときあなたの息子がラビに向かって言ったのは次のような言葉でしたそしてその言葉は決して忘れられることは ありませんでした主よ私の屋根のもとにあなたにおいでいただくほど私は価値のあるものではございませんただお言葉をくださいそうすれば私の召使いは治りますアルケミストは言った何をしていようとも この地上のすべての人は世界の歴史の中で中心的な役割を演じているそして普通はそれを知らないのだ少年は微笑んだそれまで彼は人生とは何かという問題が羊飼いにとってそれほど大切なことだとは想像したこともなかったさようなら アルケミストが言った。「さようなら」と少年が言った少年は自分の心に熱心に耳を傾けながら何時間か砂漠を馬で進んでいった宝物がどこに隠されているか彼の心が教えてくれるはずだった「お前の宝物のある場所にお前の心もある」 アルケミストは少年に言っていた。しかし彼の心は他のことを話していた心は誇らしげに違った時に2回見た夢に従うために羊の群れを手放した羊飼いの物語を語ったそして運命のことや遠い土地や美しい女性を求めてその時代の人々の観念に逆立って 旅にに出た男たた男ちについて語ったさらに旅本発見変化などについて語り続けた彼がさらにもう一つの砂丘を登ろうとした時彼の心がささやいた「あなたが涙を流す場所に気をつけなさい」そこに私がいますそしてそこにあなたの宝物があります 少年は砂丘をゆっくりと登っていった満月が星のきらめく空に再び登った彼がオアシスを立ってから1ヶ月がたっていた月の光が砂丘に影をつくり砂漠は海のうねりのように見えたそれは少年に砂漠で馬が後ろ足で立ち上がり アルケミストが彼の前に現れた日のことを思い出させた月は砂漠の静寂と宝物を探す男の上を照らしていた彼が砂丘の頂上に達した時彼の心は躍り上がった月の光と砂漠の輝きに照らされて草原で堂々としたエジプトのピラミッドが そこに立っていた少年はひざまずくと声を上げて泣いたそして自分の運命を信じさせてくれたこと自分を導いて王様商人イギリス人アルケミストに会わせてくれたことを神に感謝したそれにもまして愛は男が 運命を追求することいった女性と出会えたことを彼は感謝したもし欲すれば彼は今オアシスに戻りファティマのもとへ帰って平凡な羊飼いとして人生を生きることもできたアルキミストでさえ大いなる言葉を理解し鉛を金に変える方法を知っていても 砂漠に住み続けていた彼は自分の科学や技を誰かに証明する必要はなかったのだ僕は自分の運命を実現する途中で必要なことをすべて学び夢見たことをすべて体験したと少年は自分に言ったしかし彼は今ここでまさに 自分の宝物を見つけようとしていたそしてその目的が達成されなければ何事も完成しはしないということを思い出していた少年は自分の周りの砂を見たそして自分の涙が落ちた場所に一匹のスカラベふんころがしが砂の上を 慌ててて逃げていくのを見た。彼は砂漠にいる間エジプトではスカラベは神のシンボルであることを学んでいたもう一つの前兆だった少年は砂丘を掘り始めたそしてクリスタル商人がいつか言った言葉を思い出した「誰でも自分の裏庭にピラミッドを作ることができると」 彼は言っていたたとえ死ぬまで石の上に石を積んだとしてもピラミッドは作れはしないと今の少年には分かっていた一晩中少年は自分が選んだ場所を掘ってみたが何も見つけることができなかったピラミッドが建てられてから何千年もの重さに押しつぶされそうな気がしたしかし彼は やめなかった。そして風と戦いながら苦心し,して掘り進んだ風は時々彼が掘った穴を再び砂で埋めてしまった彼の手は傷つき疲れ果てていたしかし少年は自分の心に従った彼の涙が流れ落ちた場所を掘れと 心は言ったのだった少年が突き当たった岩を引っ張り出そうと一生懸命になっていた時足音が聞こえた数人の人影が彼に近づいてきた彼らは背中に月の光を浴びていたので少年には彼らの目も顔も見えなかった「ここで何をしているのだ?」。 人人影の一人が返答を迫った。少年は恐ろしくて答えられなかった彼は自分の宝物がどこにあるか発見したのだそして何が起こるのか怖がっていた「俺たちは付属戦争の難民だ俺たちは金がいる」と別の人影が言った。 お前はそこに何を隠しているのだ何も隠していませんと少年は答えたしかし彼らの一人が少年を捕まえて穴から引きずり出した別の一人は少年のカバンを探って金の塊を見つけた「ここに金があった」と彼は言った 月が少年を捕まえたアラブ人の顔を照らした彼の目に少年は死の影を見たきっとこいつはもっとたくさんの金を土の中に隠しているに違いない彼らは少年に掘り続けさせたがいくら掘っても何も出てこなかった 太陽が昇り始めると男たちは少年を殴り始めた少年は傷つき血を出し服はボロボロに引きちぎられた彼は自分の死が間近であることを感じた死んでしまったらお金は何の役に立つというのかね お金が命を救ってくれることはめったにないとアルケミストは言っていたついに少年は男たちに向かって叫んだ「僕は宝物を探して掘っていたんだ」そして彼の唇は腫れ上がり血を出していたにもかかわらず少年は男たちに。 ピラミッドのそばに隠されている宝物の夢を二回も見たことを話した一段のリーダーらしき男がもう一人の男に向かっていったもういいこいつは他に何も持ってはいまいこの金は盗んだものに違いない少年はほとんど意識を失って砂の上に倒れたリーダーの男は 彼の体をゆすっていった。俺たちは行くぞ。しかし、立ち去る前に彼は少年のところへ戻ってきていった。お前は死にはしない。生き延びるだろう。そして、人はそんなに愚かではいけないと学ぶだろう。2年前のことだ。まさにこの場所で。 俺もも何回も同じ夢を見た。スペインの平原に行き羊飼いと羊たちが眠る見捨てられた教会を探せという夢だったその夢の中では祭壇だった場所に一本のイチジクの木が生えていたそのイチジクの根元を掘ればそこに隠された宝物が見つかるだろうと俺は言われたのだ しかし、かただ同じ夢を何回も見たからといって砂漠を横断するほど俺は愚かではないそして彼らは行ってしまった少年はふらふらと立ち上がるともう一度ピラミッドを見たピラミッドは少年を笑っているようだった 少年は笑い返した彼の心は喜びではちきれそうだったなぜなら彼は今宝物のありかを知ったからだった 夜の帳が降りる頃、少年はその見捨てられた小さな教会に着いたあの一軸の木は今も祭壇に立っていたそして星が半ば口ちかけた屋根を通して見えた少年は羊と一緒にここに来た時のことを覚えていたあの日はとても平和の夜だった 夢のことを除いては今少年は羊と一緒ではなくその代わりにシャベルを持っていた彼は空を長い間眺めていたそれからナップサックからぶどう酒の瓶を取り出すと少し飲んだそしてアルケミストと一緒に砂漠に座って星を見ながら ぶどう酒を飲んだ夜のことを思い出した。彼は、自分が旅したたくさんの道と、神が自分の宝物の在りかを示してくれるために選んだ、不思議な方法のことを考えた。もし彼が、繰り返し見た夢の重要性を信じなかったら、彼はジプシーの女や、王様や、泥棒などに、 出会わなかったことだろう他にもいろいろな人に会ったでもその道は全帳の中に書かれていて僕が間違うことはありえなかったのだ彼は独り言を言った少年は眠ってしまったそして目が覚めた時太陽はすでに高かった 彼は一軸の根元を掘り始めた年老いた魔術師をと少年は空に向かって叫んだあなたは物語の全部を知っていたのですねあなたが金の一部を修道院に残しておいてくださったおかげで僕はこの教会に戻ってこられました修道士は ぼろになってもどったときわらいましたそんなことをぼくにさせなくてもよかったのではありませんかいいやというこえをしょうねんはかぜのなかにきいたもしわしがおまえにはなしていたらおまえはピラミッドをみなかったことだろう ピラミッドは美しくなかったかね少年は微笑んだそして掘り続けた半時間後彼のシャベルは何か固いものに突き当たった1時間後少年の前にスペイン金貨の入った大きな箱があった中には宝石や 赤と白の羽で飾られた金のマスクや宝石が埋め込まれた石像が入っていたそれはずっと長い間忘れ去られていた戦利品で制服者が子孫に伝えるのを忘れてしまったものだった少年はウリムとトムミムを袋から取り出した彼はその石を たたたっっ一度しかか使わなかったそれは市場にいたあの朝のことだった少年の人生と彼の行く手にはいつも十分に前兆による導きがあった彼はウリムとトブミムを箱の中に置いたそれらの石は彼の新しい宝物の一部となった それは二度と会えないあの年老いた王様を思い出させてくれるからだった人生は運命を追求する者にとっては本当に寛大だと少年は思ったその時少年はジプシーの女に約束した宝物の十分の一を渡すためにタリファに行かなくてはならないことを思い出したジプシーたちは 本当に頭がいいと彼は思ったそれは多分彼らがよく旅をするせいだろう風が再び吹き始めたアフリカから吹いてくるレバンタールだったそれは砂漠の匂いもムーア人の侵入の脅威も運んではこなかった その代わり、少年の知っている香りとキスの感触を運んできたそのキスはずっと遠くからゆっくりとゆっくりとやってきて少年の唇の上で止まった少年はにっこりとしたそれは彼女から届いた初めてのキスだった 僕はすぐ戻るよファティマ。と少年は言った。